はい、はい、ハマレオンです。今日なんですけど、今日は PVC キャップについて紹介したいと思います。はい、PVC キャップとは何ぞやということなんですけど、そうやな、これは俺の自信作や。これですね、じゃじゃーんっていう効果音が入ってると思いますそこまで自信満々なんです。これをこうすることによってホコリからも何からも防げるってことですよね。こうすることによって保護できる。これを、うちはカスタムシャフトを1本ごとにつけて発送してますもんね、うん、で、使い道はこれだけですうちの店長が作って完全オリジナル商品です。 tolive.com まで書いてね。そう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 、これありなしありますもんね、ロゴは。あ、ロゴはありなしあるんで、ぜひあり買ってください。なんでなし出したんすか、じゃあ嫌な人もおるかなと思ってtolive 嫌いな人、tolive で買わないでしょ。一応ね、なるほど、なんか嫌かなっていう人もおるや。あー、グリップも裏差しする人おるや。はははは、そうそう、そのノリ。ロゴありとなしがあります。タイガーみたいにピンをね、そうそうそう。で、うちすごいのが、はい、3つ用意してます。まずは細いタイプからいこうか。ピンですね、ピン。ちょっと形状変えてんねんな、内径を。はい、対応スリーブで。ピンとスリークさんはこの細いやつ。細いやつ、細いって言ってもパッと見では分かんないです。うん、で、キャロウェイとかタイトの H とかハイブリッドとかナイキとかはこのぶっといやつ、3番、いわゆる3番なんですけど、僕らでいうところのテーラー、ヤマハ、プロギア、PXG あたりは1やな。そうですね、タイトのドライバー、フェアウェイとかもこれでいけると思うんですね、うん、ピンにそれ入れたらガバガバなんねんな。そう、スポンってすぐ抜けるんですよね。で、キャロウやったら入れへんねんな。はい、だからうちの店長の思考を凝らしたというか、そう、力作ですよね。この3タイプ用意してるとこってないと思うで。ああ、なるほど。おそらくうちが一番最初にこれを、高いやつは出てんのよ。え、そんなのあるんですか。へんてこなカバーは、はい、どことは言わへんけど、はい、で、うちが考えて出したら、はい、ゴルフ本屋はパクって同じような作ってたけどゴルフ本屋です。ゴルフピー入る、ピー入るそう、まあ、真似しやから、あそこどことは言わんけど、うちの真似ばっかりや、みんな。いや、ほんまあれやで、うちの真似めっちゃしてるで。あ、そうなんですか。うん、やっぱ通信販売でリシャウト始めたん最初うちと言っても過言ではない値段設定とか、はい、真似してるとこ多い。メーカーからもまず言われるもん、値段。え、なるほど、うちが上げたら他も上がるから。そうそうそう、うち基準でみたいな。関係ないけど、はっきり言って、そういうのもあるね。だ、この PVC キャップなんかオリジナルやから、はい、値段もほんまに安く出しとうし、機能的やし。そうですよね、うん、ぜひ買ってもらいたい。僕はちなみに、まあ、みんな知ってるんですけど、先端恐怖症なんですよ。あ、そうな、知らんで俺それは。持ったマジで知らんで。マジですか。マジで知らん。何回も何回も言ってます。え、貸して。いや、貸してとか嫌だ先端恐怖症やから、このこれやと嫌なんですよ。これ尖ってる先端が嫌な。丸みのある先端やったらええの。ああ、なんかね、目向いてたら嫌なんですよね。目向いてるって何。こう目に向かってたら、それ丸みがあって、まあ、嫌ですけど。嫌な。嫌ですけど全然マシですね。あ、そう、はい、これカチャカチャしないから、こうバックにスポーンと入れれるから、うん、練習場で試す時とか調子悪いながらシャフト変えようの時、うん、いいですよね。気づいかへんもんな、はい、周りのクラブに。まあ、そういうようです。だからぜひうちで買ってください。そうそう、値段は税込み165円かな。はい、スリーブカスタムには全部つけて送ってます。はい、無料で勝手につきます。はい、だから僕は勝手につくもんやと思ったんですよ、入社当時。ああ、なるほどね。だからもうこれはあって当たり前なんやなと思ったんですよ。はいはいはい。僕はそのシャフトとかをチェンジするタイプじゃないから、うん、ああ、これはもう当たり前なものやっていう認識やったんですよ。袋が破れんためにつけとるもんや、うん、プチプチみたいなのと思ってたら、なんか聞くところによると
自信作。僕が考えたミリオンセラー100万個ぐらい売ってるかもしれん。まあカスタムにつけてるから出してるでしょうけど、100万は、いやすごい量売ってるで。あ、そうなんすか。うん、これちなみに西宮店も真似してやってんね。違う言い方悪い、言い方悪い。ゴルフと一緒に、なんて、聞こえたけど何。編集の方にピー入れてもらいます。西宮も真似してんのよ。もう西宮も結構売ってるかもしれないですね。うん、まあうち俺がオーダーして送っとんねんけどな。自ら進んでやっとうじゃないですか。それだけ聞いたら。まあよかったらね、はい、よかったら安いので購入お願いします。もう一回見してあげて、この3つ。はい、こんな感じ。 PVC キャップです。スリーブのキャップです。ぜひ、はい、お買い求めください。10月16日のコンペなんですけど、はい、大物ゲストの参加が決まりました。え、それはズババババゴルフのユミちゃんです。えぇ、あとのすけチャンネルののすけと、はい、ゴルフアイチャンネルのリュウさんも参加していただきます。はい、はい、愛してます。ゴルフアイチャンネルのリュウです。ご参加お待ちしております。景品の方もどうやらすごいことになってるみたいです。マジですか。それと料金の方なんですけど、はい、もともと1万5000円ということでしたが、度重なる交渉の末割引されることが決まりました。おお、交通費としての割引になるので、和歌山の人はすいませんけどなしで、大阪奈良の人が1000円引き、おその他が2000円引きということになります。近畿以外からのお越しの方は店長から何かあると思いますので、その辺も期待してご参加ください。スコアが100前後の方や一人でのご参加の方も多いので、気軽にご応募ください。それでは皆様のご応募お待ちしております。キャップ作ったんももう何年前か忘れたけど、はい、工場も探して、そもそもそのキャップ、はい、今でこそ PVC キャップや言うてるけど、はい、何もその知識ない時に、はい、そのキャップの名前知らんやろ。調べようがないというか作りようがない。調べようない。だからこういうのを作りたいっていう工場を見つけるときに、こういうのっていうのを頭では分かっとるけど、口語で電話せなあかんわけじゃないですか。そう、まず工場だ。工場探されへんやん。名前も分からんし、はい、素材も分からん。漠然としたキャップ、はい、黒いキャップ、黒いキャップ。その大変さもあったんよ。2人目はこれ持って行って、これが作りたいって言えばいいだけですもんね。工場行けばな。でもその工場すら行かれへん。うわ、何工場よっていう話。なるほど。 PVC って素材なんやけど、はい、その名前すら知らんもん。確かに PVC って素材なんやって今僕初めて知りました、うん、そのレベルからスタート。そう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 、ね、大変やったんよ。それをもういとも簡単にパクってくるからさ、ゴルフ西宮店とね。西宮店も大変やってんだよ俺。西宮の店長これ見ても僕には怒らんといてください。僕は日がないですよ。まあそんなもんよ。開発する、開発ではないけど、はい、まあまあ最初に作るってそういうもんやわな。だから真似しないでくださいね。簡単にはね、うん、許可くださいね。まあ作って安いうちより安く出してきたら、はい、うちはまだまだ安くします。徹底的に戦います。その辺は利益ないとこまで行きます。行きます。だから真似しないでください。赤でも売ります。こんなちっちゃい150円の商品なんでもこれ以上やめてください、いじめんのは。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。自社サイトペイペイも楽天市場に出店しております。 YouTube ライブでショッピングをしておりますので、よかったら見てください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。